農村社会学は、村落社会や農民生活を対象とする社会学の一分野である。1920年代以来、各国で研究が始まり、日本では30年代から活発に研究が行われ、日本農村に集中した独自な研究が発展した。当初は、ありが機材門などによる地主制度の関連の下で、家族制度や同族組織の研究、 鈴木栄太郎による農家家族と自然村を中心に置いた農村社会の体系的把握などが進められた。第二次世界大戦中には東アジアの植民地、占領地における農村調査が盛んに行われ、中でも戦後交換された中国の村観光調査はよく知られている。東北型の国例である白川村第二次大戦後、 農地改革や家族制度の廃止などの制度改革を背景として福武正を中心に改革後も残存する封権異性の解明及び農政の浸透の把握が目指され、村落構造、農民意識など多岐にわたる実証的な調査研究が行われた。村落構造に関しては、同族結合の東北型の村と甲組結合の西南型の村の2つの類型を立て、 前者から後者を経て、民主的農村社会を展望するという理論図式が大きな影響力を持つこととなり、その後、理論的な進化を遂げた。有賀にせよ、福田家にせよ、村を構造を持つまとまりとして捉え、その総合的研究を意図する点が、戦後の農村社会学の大きな特徴であった。農村の変貌が激しくなるにつれて、 農村社会学は必然的に転換を迫られることとなった。農村の変貌が日本経済の高度成長の影響として生じているだけに存落の内的な要因の組み合わせによって農村の変動を解明しようとする従来の枠組みを超えて都市との関連や国の政策との関連で変動を明らかにしようとする方向を生み、さらに県業化や非農家との根重化が進むにつれて、 都市と農村等を包括的に視野に収めた地域社会学の研究を分化させるに至った。また、農村社会学固有の関心として、村落の自治機能や土地利用型産業としての農業に対して果たしている役割に目が向けられるようになった。それは、村落共同体の復活ではなく、村落を単位に様々な問題を処理し、 あるいは意思決定を行うという権利に対する評価となって現れた。ありがとうございます。